久保さん、政治の裏にしましょうか。久保さんの動画結構回ってんじゃないですか、政治。いいんじゃないですか。<laughs> 政治系ね、僕ね、これ、この,この直近のやつも181コメント、すごいですね。結構反応きてますね。すごいじゃないですか、これ。<laughs> すごいな、僕はちょっとね、これできないですね。<laughs> うん。 まあ政治にはね、いろんな裏があるでしょうね。うん。だからまあ、今の政治をそのぶっ壊してくれるような政治が必要だったりしますよね。今の政治を壊す政治ですよね。そう。なんかね、熟成さんからもちょっと来て。まあ、久保さんだったらご存知かもわかんないんですけども、なんかあの、なですかね。あの、あれが法案が通るらしいんですよね。 LGBT っていうのが法案に通りそうで、これは何ですかね。まあ僕も知らなくて、まあシェアしてもらったんですけども、あの、まあ、ジェンダー問題ですよね。男と女。まあ男の体を持ってるんだけども、女ですとか、女の体を持ってるんだけど男ですっていう人がいるわけじゃないですか。で、それを一律、まあその不、不平等をなくすためにね、 あのそういううい法案を入れようとでじゃあこの法案を入れるとどうなるのかっていうとその、まあ、もうルールがもうなくな明確なルールがなくなっちゃうんですよね。いやなんかそのなですかねあの、えー、と例えばあのその人が本当だったらいいんだけどもそのどう取り締まるか取り締まりができないんですよね。 例えば、男と女湯があります。銭湯で男と女湯があります。で、えー、まあ、悪用する人が誰もいなければいいですけどね。じゃあ、悪用する人が出てきて、いや、今日ちょっと、あの、女、女にな、今日から女の気持ちになったんです、みたいな。なんだあなたは女,湯あ女湯に入ったんですかと。女子更衣室に入ったんですかとい。いや、僕、今日からあの、あの、女の、女の子の気持ちが芽生えてしまって。 あのだから今まで隠してたけどあの芽生えたんですって言ってでいやそれはどうのこうのって言われた時にいやそれは人種差別じゃないかとだからもうだから差別なんかその法案も通ってるしそれは人種差別じゃないかって言ったら通るみたいだね <laughs> だから、まあ、そのジェンダー社会をそのんですかね あの、不公平にするっていうその、多分そういう流れでこういう法案がこう出てるとは思うんですけど。でもじゃあ、入れた時にその後の、その、取り締まりどうすんのっていうところまではその法案に対しての法案は出てないんですよね、多分。だからこれ通ったらやばいんじゃないみたいなね。なんか話が今出てるみたいですね。うーん。だから要は全部結局何言われても いや人種差別ですよねそれ言ったらっていうあなた,あなた私の気持ちが分かるんですか僕の気持ちが分かるんですかっていうで気持ちって分かんないじゃないですか <laughs> うんそう、うん、であのこれがもしその LGBT 法案っていうのは通ってなおかつまあそういう、えー、っと事件というかそういうのが出てきて裁判になって最高裁がまあジェンダー問題それは 平等ですと LGBT 法も取ってるし、えー、そのこっちが正しいと、ね、女性の気持ちがあるんだったらそっちを優先しようっつって、それで可決したあの裁判が勝ったら、もう裁判の事例も出てるから、もう全部差別です、差別です、差別っていう印籠ですよね。それで男があ女子高室にも入れるし、えー、なんだ男が女にも入れるし、そう。 やりたい放題で生きてしまうっていう。で、で、なんかそれを言ってきたら、差別ですよね、と。この前知ってますあの、裁判も、その問題で、こういう事例出てるんですよ、と。じゃあ、ふあの、銭湯やってる人とか、まあ、何も言えなくなりますよね。うん。これ、これやべえんじゃねえかっていうので <laughs>、あの、熟成さんから、今、熟成さんでね、政治をちょっと、 あの、入ってる人いるんですよ、ね。ちょっとシェアしていただいたんですけど。うん。だから、だからその、日本ってなんかあれじゃないですか。うん。なんか、流れるようにね。なんか、取り入れるみたいなね。海外の流れをちょっとずつ取り入れるみたいな。うん。だけど、その海外でも今言ったことがもう起きてるらしいんですよね。 うん、そ,うそれを入れたことによってそういう裁判が多く起こったりとかいろんな問題が出てきたりとかしてそれを知ってるんだけども入れようとしてるみたいなね。うん、難しいっすね。いろいろありますね。はい。いってらっしゃい。